幻の名版解放同盟は、1982年から、特殊漫画家の根本隆史らによって主催されている、廃盤レコードの復刻活動を行っているユニットで、ある。昭和歌謡ブームやポンチャックブームの仕掛け人であり、モンドカルチャーへ与えた影響は大きい。廃盤クロスレビューから、旅行ガイドブックの執筆まで多岐にわたり活動している。中古レコードの収集を行っていた。 特殊漫画家の根本隆史、音楽評論家の湯浅学ぶデザイナーの船橋英雄の3人によって1982年春に前身となる廃盤水平社を結成。自販希本、コレクターでメディアに初登場する。その後は、アリス出版の自販希本、イブに移籍して、活動を本格化する。発足当初から一貫して、すべての音盤は、 ターンテーブル上で平等に再生表現される権利を持つおスローガンに商業的成功に恵まれず廃盤となり消えていった個性的すぎる歌謡曲の紹介、復刻を手掛ける。またライナーノーツには過剰なまでの情報量による解説と湯浅学ぶによる秀逸な解読が添付されているのが特徴。かつて P ・バインレーベルから幻の名盤解放同盟による復刻版、 コンピレーションアルバム、幻の名版解放歌集シリーズが、東芝編、定築編、ビクター編など、現版の大手レーベルの承諾を得て、会社別に多数発売されていた。幻の名版解放歌集シリーズには5000枚以上を売れた作品もあり、廃盤レコードの編集版としては破格のヒットとされる。1987年には、韓国旅行記 ディープコリアを同盟の協調で発表、その後も出版社を変えつつ市販世紀にわたり増補改定を繰り返し、最新版では600ページを超える大著となっている。これは民主化以前で情報が乏しかった、当時の韓国を渡り歩き集めた、日常のどうでもいいさまつでリアルな韓国の姿をお笑い大韓民国として面白おかしく取り上げたもので、大韓国。 朝鮮食材意識にとらわれた形でしか韓国を語れず硬直していた日本の韓国間に対し風穴を開ける画期的な一冊として青山正明をはじめ高く評価された。また韓国では下世話な音楽として敬遠されていたポンチャックを日本に紹介しリハカセをはじめ一時的にブームを呼んだ。解放同盟の名称は ブラック解放同盟の先輩特許ではないが、幻の名版解放同盟というユニット名が、ブラック解放同盟員から苦情を受け、CD が出荷停止に追い込まれた過去がある。またメディアの自主規制によりユニット名が取り上げられる、機会も少ないため、その功績とは裏腹に、世間一般では知名度が低く、知る人ぞ知るアンダーグラウンドな存在でもある。一般論、道徳。 倫理などにとらわれることなく、人間の性の現れである、歌を底辺から集め、いい顔といい歌を既存の、あらゆる倫理、道徳、価値体系から解放んとする。曰く、平等に聞く耳を持て、音楽に寄せんはない。同情も同調もいらぬ。ありがとうございます。